前回のカズモリ、ようやくウサピョンが消え去り、この島に平和が訪れた。そんな中、久々の離島巡り、できればレアな離島に行ってみたいんだけども、嘘、あ、いつもと一緒だ。もう一回行ってみよう。いつもと一緒だ。レア島、なかなか見当たりません。はい、どうもこんばんは、カズモリでございます。貝殻引っ張って、はい。というわけで、前回の離島ツアーね、皆さんアドバイスありがとうございます。なんかね、こうやってさ、木を揺らしたりすると、あの影が落ちてくるんだけども、だいたい落ちてくるっていう情報ね。マジでそれ知らんかったわ。ありがとうございます。さあ、まあ本日も、あ、ちょっと待って、今なんかレアな虫いたのに、あー、もう、まあいいや。ちなみに金鉱石がなかなか取れないんですけど、みんなあれ離島で取れるんかな、ね、なんか金鉱石なかなか取れないイメージ。取れないよね、スコップでさ、カチコンやってもさ。いや、取れる人は取れてるらしいんだけどね。まあ、どこで取れてるかよう知らんけど、まあ本日もちょっと運試し行ってみますか。運試し行くよ。イエイ。もう鉄すらね、ほとんど取れないっていうね。いやー、なかなか渋いっすわー。まあでもいいんですよ。このぬるゲーですから、これはね、のんびりのんびりやってくってのがこの、どう思いでございます。あっ、こいしょ。うわ、化石、よしよしよ。しかも、ちょっと待って、見たことないやつが いるっぽいんだけど、ちょっと待って、あのエメラルドグリーンっていうかさ、はい、ゆっくりそこや。あ、待ってよし、なんやお前、これ西木大ツバメガ、ガーなのこれ。待って、なんかと交換ぽい。待って、置ける場所がないって。どうすればいいのこれ。どうすればいいの、置ける場所ないよね。ないよね。待って、あー、もう逃げちゃったじゃないかよ。なんだよ、こういう風にしないといけないの。お前は捕まえたことある？なんだこれ。おー、ゴマだら。やってしもたな。あん中でパンパン時に捕まえたらあかんのやな。ほら、起きろべ。鑑定。お金ないから、かぶったやつはもうどんどん売ってこうかと思ってんだこれ。こいしょ。今のコメント見る限りは、全部かぶったってこと？うわー、全部かぶったんだわ。これ売る。これあげるよ。そっか、化石結構集まってんだな。ディプドロなんとかの尻尾、ブラキオ、ブラキオサウルス、これ集まるくない？あ、T レックス、あ、待って、T レックスとかブラキオとかかっこいいだろこれ。待って、これだけ集めとこっかな。ここら辺ちょっと飾っとこうか。 T レックス頭、うわ、超かっこいい。これ T レックスはちょっとかっこよすぎだろこれ。なんかこの家食べてるみたいな感じで、はい。これもね、なんかリーチかかってそうなんだけど、この辺飾る。ブラキオは首長い、なんかあれだよね、長くて見えないんだけど、ちょっとどんなの。長いな。そうだよね。よっこいしょ。いやー、ちょっとこれ、ちょっと集めますわ、個人的に。お金。今、マジお金ねえから。本当に。あ、ほんで、本日はですね、皆さんにお知らせです。なんとですね、たぬき、あー、また飛んでっちゃった。たぬきちゃん商店がですね、たたーん、大きくなりましたー。あ、ここにちゃんと書いてあるんだ、これ。積み木のおもちゃと木製、シングルベッド。高く売れるってことこれ。積み木のおもちゃめっちゃ作ったろっかな。あ、たぬきちゃん、どうも。いやー、大きくなりましたねー、この店もねー。あ、まず、今日の株価。うわー、1ベル高く売れるぐらいじゃねこれ。うわー、嫌だな。もうちょっと見ていいですか。ただ、そんな高い時って本当にないんだけど、これ。お、まだね、150ベルぐらいしか見たことないんだけど、人生で。みんなのとこはどうかなこれ。ね。お、1万ベルになった。売っちゃう。もしかすると、橋かけるぐらいいっぱい貯めれるんじゃない今日本気出せば。待って、マイレージプラス、あ、すごい。これ150×2って言うと、300マイルもらえるってこと？
あ、ほんということだ。え、イカ1本釣りかける2倍。あ、え、これ激アツじゃない？イカね、イカね。ちょっと本日のイカチャレンジ行ってきますか。ね。みんなが、フィッシュが好きっていう。フィッシュ好きコメントありがとうございます。今日なんとかね、ここに、橋をかけれるように、最低9万ベルだったから、9万ベル貯めたいなぁ、なんとかして。まあ、というわけで行きますかね、本日も。うわうわ、なんかいろいろ。高い庭石。イエス！ちょっとね、イカ釣ってからですね、イカ釣ってから。さあ行きましょう。フィッシュフィッシュ。あ、父ちゃんや。もらうわ、コーヒー。やばい、今、父ちゃんが来たので、ちょっとね、ちょっとフィッシュタイム終了よ。ちょっと待ってね。一旦、今、録画止まるから。ああ、壊れちゃった。壊れちゃった、釣りぞ。ちょっと待っててね、みんな。ふぅ。いや、いろいろ家の仕事もありますもんね。というわけで、まあ、子育てしながらね、お仕事されてる皆様、本当にご苦労様でございます。いや、ちょっと今子供関係でちょっとお外出ておりましてね。はい、息が切れてしまった。マジ運動しないといけないな。はい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 、フィッシュ。おとしごさん、イカってね、釣れるとき釣れるんだけど、なかなか釣れないんだよね。まあ、フィッシュ劇場ね、とにかく頑張っていこうと。フィッシュ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 さすがにまずいことが起きている。これなんかジャスティンさんね、早くジャスティンさんが来ないとね、まずいよまずいよ、この島埋まるからね、言ったよ。ほんで今日はなんとか橋をね、かけようかなと思って、今大儲けしようとしてんだ。柔らかい木材めっちゃあるよと。それと木製のシングルベッド、オッケー。ようやく木材をね使う日がやってきた。あー、これね18個も使う。まあ、ちょっといくらで売れるかちょっといろいろ検証だな。これ木材もね結構溜まってんね、実は。さあ、じゃんじゃん作っていこうぜ、じゃんじゃん。さあ、次は木のおもちゃを延々と作っていきます。およーしよし、これで本日は大儲けさせていただきましょう。これでいやー、儲かるといいなー。あと5万円ぐらいいけ、お金的に。あー、4万円ぐらいだね。さあ、どこまで貯めることができるのか。ちなみに一個一個の価格ちょっと調べてみようかな。はーい、マミキッちゃん、積み木のおもちゃいくらですかね。はい、これ頑張って作ったんやけど、あ、720ベル。いや、高いかな。材料もっと6倍使うんかな。18個やで6倍使う。ベッドはいくらやろ。ベッドがね6倍使うから674,200円とかで売れたら、ベッドだけでいいかなと思うんだけど、これいくら。おっ、え、高っ。え、本当にその倍で好きじゃんよ。待て、これは大変やわ。え、めっちゃボロ儲けやん、ベッドで。待て、売るもう全部売っちゃう。大変な金儲けが見つかった、これ。うわぁ、熱い、売っちゃいます。やった。マジ木材、熱い木材が今な、私の木材をすべてね、ベッドに、注いでいきたいと思います、これ。はい、ベッドをパンパンに作ったら、残りは積み木やな。よーし、これでどうえ。いやー、こういう方法があったとは。これ倍の値段、倍で売れるやつ要チェックだね。さあ、というわけでお金持ちにならせていただきます。よろしくお願いします。めちゃめちゃもうちょっと儲けさせてもらいますから、今回もうために貯めてきたんで、この日のためにもうめちゃめちゃ儲けれるんじゃないのかなと。うわー、驚異の5万円売っちゃう。借金すらなんか返せそうになってきたけど。さあ、ちょっとこのお金を持ってね、橋の拡張に向かおうかと。あ、どうも、しずえさんに、たぬきっさんに、どうもどうも、やってきましたよ。どうも、たぬきっちゃん。
今日はね、キャンプサイトは全然見てないんだけど、勧誘者よっていうとこ、新しいお家を建て、マジか。あ、そういうことになるのね、これ誘うと。はいはい。あ、今3人来た、4人目ってことか。わかった。まあいいや。インフラの相談。いや、マジマジこれよ。うん。橋を。橋をかけたいんよ。今、13万円あるからね。あー、こっちにしたいな、吊り橋に。これにしよう。今、お金あるから。うん。オッケーですよ。お願いします。橋の予定地キット。はい。やったー、これでだいぶ便利になるぞ、これで。さあ、というわけで、こちらの方にね、もうかけていこうかなと思います。ここですね。ここに欲しいんですよ、ここに。橋の予定地キット。イエス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 。え？あれ、距離が足りないってこと？ここ？ここだったらどうなんよ。これは？え？ちょっと待って。どうすればいいの？あの奥の木が邪魔してるとかあるんかな。ちょっと抜いとこうか、奥の木。もうこれでも届かんような場所よ。これ邪魔してるんじゃねえかな、これが。はい、食べて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 。奥以上。こいつらが邪魔してんじゃねえかな。ほんでどうよ、ほんで。だいぶ気が減ってきたな、なんか最近。最近木がね、減ってきましたね、だいぶ。まだちょっと植え直してあげたいなと思うんだけど、もう一回やってみるよ。ほんでどう？ああ、もうちょっと前ね。うわー、やっちゃったかもしんない、これ。あ、いけるかもしれん、ここやったら。あ、よかったよかったよかった。いやー、せや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 。よかったわー、スマホが鳴っている。おんちゃん。できたよ、これ。うん。見つかった。いいとこありましたわ、ほんとに。はい。え？みんな、ちょっと、設置費用募金してもらって、きゃ、え？え？ちょっと待って。え、までお金かかんの？嘘でしょ？ 1、10、100、1000万、10万。あ、ちょっと待って、待って。あ、これね。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。協力しちゃう。全部いっちゃうから。うん。ああ、びっくりした。二重で取られるんかと思ったわ、たぬきさん。はい、お願いしますね。イエイ。ついでに家もこの辺に建てよっか、これ。はーい、もうお腹が満腹になりました。いきますね、抜きまーす。はい、こちらを抜いていきまーす。はい、抜いていきまーす。おお、こんなところに化石も取っていきまーす。どうよ。いや、もうちょいこっちや、もう1マス。おい、いよいいよ。よーしよ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 し。ご制約ということで、はい。はい、というわけで本日はこんな感じで終わりますかね。無事にでもしっかりめにお金儲けができましたので、もうお金の心配、いや、まだまだございますね。借金、まず借金返さんといけんしね。まだまだでございますわ。ここら辺も汚ねえし、まあ、おいおい、綺麗にしていこうかと思っております。というわけで本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイバイ。